今日は2021年の1月の19日になりましたね。昨日のことになりますけれども、ネットニュースを見てびっくりしてしまいましたね。武田総務大臣もびっくり、見せかけの安値アピールは炎上商法、そういうタイトルをつけてしまいました。ついやってしまいました。そのネットニュースを見ましてですね、こんなツイートを私はしてしまいました。無制限と言いつつ3日間 10GB の制限があって、制限が 700kbps IMAX 2プラス以下では、そういうような内容ですね、ニュースの内容ですね、モバイル Wi-Fi ルーター実質無料の契約特典もありますという話ですが、ニューロモバイルがテレワークにもぴったりな月額3480円のデータ無制限プランを発表と。ソニーネットワークコミュニケーションズは同社が運営する通信サービスニューロモバイルにおいて月額基本料金3480円でデータ容量を気にせず高速通信を手軽に使うことができるデータ無制限プランを本日1月18日より提供する、なんとニューロモバイルがですね、格安の成分制限プランを発表です。ですがですね、内容を見ていくと、結構いろいろ書かれていました。通信回線はソフトバンク回線を使用するのですけれども、データ容量の使用上、発表の内容ではですね、いろいろ書かれていましたが、テレワークや引っ越しなどによって自宅ですぐインターネットを使いたい場合や外出先で通信したい場合などに最適というデータと専用プランです。端末セットまたは SIM のみの申し込みがあります。2年ごとにですね、自動更新される定期契約となります。なんと2年縛りですね、今時。さらにですね、通信回線はソフトバンク回線を使用。これはいいですね。データ容量の使用上限はないけれども、直近3日間の累計データ通信量が 10GB を超える場合には、最大 700kbps までの速度制限を行う場合があるとのことということで、これは今時いかがでしょうか。3日間で 10GB を超えると速度制限がかかると。しかも最大 700kbps。 3日間で 10GB を超えると制限かかるのは YMAX2 プラスも同じなんですが、 YMAX2 プラスの場合はですね、最大 1Mbps は出るということから言って、さらに条件が厳しいですね。なかなかひどいと思いますね。しかもですね、ここ最後下の方を見ていきますとですね、SIM のみ契約では利用開始翌月から12ヶ月間、月額基本料金が500円割引かれて、月々2980円で利用可能となります。12ヶ月だけですか。12ヶ月だけ割引で2980円。2980円というのに合わせてきたのはいいんですけど、相変わらず最初の期間限定というところが今時それですか。そこでですね、ニューロモバイルのホームページへ行ってみると、早速ですね、アピールしてみましたね。2980円アピールしてみます。ニューロモバイルからデータ無制限プラン新登場。データ使いたい放題で3480円ということに斜線を引かれまして、2980円、12ヶ月間という表記なんです。ここでもですね、12ヶ月間だけですか、小さく書かれてますね。さらにその下にですね、インターネットをガンガン使いたい方におすすめと書かれていますが、3日間 10GB 程度ではですね、ガンガンは使えませんよね。ひょっとするとですね、常時この3日間 10GB の制限に引っかかりましてですね、しょっちゅう 700kbps に落ちているという状態もありえますからね。これはかなり厳しいですね。YMAX2 プラスでもそういう状況は時々起こりますけれども、さらに厳しい。さらにホームページ見ていきますとですね、インターネットをガンガン使いたい方におすすめ、データ使いたい放題、ゲーム、動画、SNS などデータ容量に制限がないので、容量不足を気にしなくても OK、容量不足があるじゃないですかって。もう何を言ってるかよくわからない。もうその下にちゃんと注釈ということでしょうか、小さく書かれていますが、3日間における累計の通信データがですね、10GB を超える場合、通信速度を制限させていただく場合がございます。もう何を言ってるんです。気になる月額料金はということで、ご利用開始翌月から12ヶ月間は2980円というところが強調されている。12ヶ月間だけです。12ヶ月間だけだよとか、どっかで聞いたセリフかもしれませんが、12ヶ月間だけだよ2980円。それが過ぎると3480円ですね。さらに読んでいきますとですね、注意事項として、はい、2年縛り、違約金9500円という内容も書かれていますので、興味のある方はですね、ホームページをよくご覧ください。手数料はですね、申し込み手数料、事務手数料ですね、3000円です。さらに SIM カードの準備料金、400円もいただきますと。これはですね、1年前であれば、こういうものかと思ったんですが、楽天モバイル9800円、しかも手数料ゼロを打ち出したサービスが出て、さらにですね、アハモとかですね、au がポボとかですね、ソフトバンクオンラインですか、次々と出たところで、これを
発表しますか、かなり周回遅れではないでしょうかということですね。通話やですね、 SMS は使えませんで、無制限のデータ通信を行いますけれども、速度制限はありますよと。使っているのはソフトバンク回線です。つながりやすいかもしれませんね。制限時のですね、速度は最大で 700Mbps となります。3日間で 10GB ということはですね、1ヶ月間でそういう感じで使っているとですね、 100GB が最大ですか。制限時は1メガではなく 700kbps に制限されますと。さらに注意事項が続きまして、解約についての注意事項がですね、2年単位の契約ということで、25ヶ月目が更新月と、その時だけが解約手数料はなしと。違約金は取りませんが、それを外すとですね、あっと気がついて26ヶ月目とかに到達してると、解約料金が9500円かかりますよ。これが恐ろしいですね。メリットはちょっと考えたんですが、ソフトバンク回線を使うということだけですかね。ソフトバンク回線を使えば似たようなですね、YMAX2 プラスよりは多分流れやすいです。 YMAX2 プラスは私以前使ってましたけど、結構圏外が多くて切れるところもありましたが、まあ、ソフトバンクの SIM を使った場合はそういうことはありませんでしたから、まあそこだけでしょうか。月にですね、 100GB 最大使えるとしてもですね、速度制限があるとなかなか使いにくいですね。これならですね、2980円、さらにですね、1年間無料の楽天モバイルであるとかですね、あるいはですね、 100GB で3000円を切る、ね、レンタルシムサービスとかがありますから、そっちの方がマシかもしれませんね。以上いろいろ言いましたけども、参考になりましたらいいねボタンを、チャンネル登録もですね、よろしくお願いします。このチャンネルではですね、楽天モバイルウォッチを中心にして、通信業界の話題とかですね、ガジェット系の話題を紹介していきたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。それにしてもですね、このニューローモバイルが出してきた無制限プランは1月18日からもうリリースということなんですけれども、他のサービスがいろいろ控えている中ですね、この無制限というところにだけ引っかかって契約すると辛い目に遭うかもしれませんので、よく考えてください。私に言えるのはそこまでです。以上です。ではまた次の動画で。